グロスフス MG42 機関銃、MG42、または MG-42 は、第二次世界大戦時の1942年に、ナチスドイツにより開発、製造された、汎用機関銃である。当時のドイツ軍の主力機関銃だった、ラインメタル MG34 は優秀な銃だったが、部品に削り出し素材を多用するなど生産性に、問題があり、高価格であった。 MG42 はコストダウンと量産性の向上を重点目標にグロスフス社により開発された。完成した銃はプレス加工の多様により MG34 のおよそ半分の人手や低いコストで製造でき、生産工程で資材をより節約できた。1942年から量産を開始し、グロスフス社、マウザー社、グストルフ社他で生産され、 戦時生産数が40万兆を超えた成功策となった。MG42 は複数の国々で使用され、ライセンス品や模倣品が数多く生産された。アメリカ軍でも使用弾薬を自国規格に変更したフルコピー品の生産を企画している。それらも含め戦後も多くの国で使用されたほか、派生型の MG3 が今なお現用である。 内部構造を示すカットモデル MG34 と同様、合計 7.92mm、ショートリコイル方式、オープンボルトの反動利用式である。ただし、MG34 とは異なり、連射のみで、単射機能はない。引き金は激震を作動させるのでなく、ボルトアセンブリを前進させる。ボルトアセンブリの前後動に伴って、 球団レバーが作動する構造は MG34 と同様だが、これと球団レバーとの噛み合い部が改良されている。MG34 では球団レバーに設けたレール状の突起を遊定の溝に噛み合わせていたが、MG42 では設計を合理化して遊定側にピン状の突起を球団レバー側に噛み合い溝を設けている。ポーランドのエトバルト指摘家から取得した特許を基礎に、 下、ローラーロック式を閉鎖機構に採用し、MG34 よりも泥や埃に強く、ジャミングしにくくなった。なお、MG42 には75発入りのサドル型、ドラムマガジン、ドッペルトロンメルは使用できなかった。MG42 は、他国の機関銃などと比べて、珍しい範サヤシステムを使用していた。他国や、従来の機関銃は、 左部から球弾して、右部から排射やするのが一般的だったが、MG42 は100連発ドラムマガジンを装着するために薬莢を下から排出する設計になっていた。また、重厚にリコイルブースターを装備し、MG42 の発射速度は毎分1200発、いくつかのバージョンは1500発となり、後の MG45 では毎分1800発以上に達した。 これは、敵目標を以回に補足できる時間が短いため、可能な限り発射速度を高めた方が有効であるとの実験結果による。発射速度が高まったため反動が大きく、MG34 と比較すると命中精度は落ちたが、速射性能がその欠点を補った。また、リコイルブースターを使用せずに射撃することも可能だった。このような高い発射速度では、 発射音が連続して聞こえ、布を切り裂く音と呼ばれ、ヒトラーの電動のコギりというニックネームを付けられた。また、発射音の高さも凄まじく、機関重視はしばしば難聴に陥ったと言われている。連射の反動で肩からずれるのを防ぐため、重傷は、下方全部にトリガーを引く手とは反対の手を添えられる、突起部が設けられている。木製と黒いベークライト実脂製の重傷があり、 後者の方が一般的であった。重心は MG34 のものより軽く摩耗も早かったが、重心カバー右後端のハッチを開く位置挙動だけで簡単に重心を抜くことができ、数秒で交換することができた。戦闘時には脇に予備重心を置き、時々交換して冷却しながら使用した。重心の摩耗を防ぎ弾薬を節約するために、 連射は1秒以下にとどめるのが普通であった。後期生産型では、重心と機関部の焦損と摩耗対策に、部品に、高質クロムメッキが施された。2脚は、銃の全部、または、中央部に取り付けることができたが、取り付け部の形状が異なるため MG34 と、互換性はない。バイポットを含めると 11.6kg で、MG34 より軽量化された。 さらに、重心ジャケットの形状に合わせ、新たに重化が回収された専用三脚、ラフェッテ42が開発された。装填操作用のレバーは、MG34 と同じく機関部の右側面に設けられ、当初は、差し掛け付きレバーが水平に突き出ていたのに対し、その後は T 型形状のレバーに変更された。一部に、出版ダウ工場製の銘板が付いていたため、 連合国軍兵士から、シュパンダウの名で呼ばれることもあった。ドイツ軍アフフの車載及び、対空機関銃には、MG34 が基本的に装備されていたが、砲号駆逐戦車、砲号駆逐戦車、ラング、ヤークトティガー、パンター替え方、SDKFZ250、SDKFZ251 の後期型など、 MG42 を装備した車両も存在した。1944年、資材不足から新たなバージョンが開発された。MG45 と呼ばれるもので、使用材料をさらに減らして9キログラムまで軽量化したが、発射速度は毎分1800発以上と限界まで高められた。最初の試験は1944年6月に行われたが量産に至らず、 結局10丁だけが試作された。MG42V の設計の一部は戦後、ローラーディレイド、ブローバック方式を採用した H&K 社の消火器や、スイスの MG710 に引き継がれている。ドイツで第二次世界大戦後に製造されたものとして、m g 4 2 o 7 6 2 x 5 1ト、mm、ルナトー弾仕様に再設計された、MG42-59 や、 ラインメタル MG-1 発射速度の調整のできる改良型 MG-3 があり、これはドイツ連邦軍に採用されている。また他の国々でも派生バージョンや MG-3 を採用しており、現在に至るまで運用されている。グロスフス MG-42 機関銃の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。MG-42 は 第二次世界大戦後半のドイツ軍主力機関銃であり、第二次大戦、それも大戦後半の戦いを扱った映画にはほぼ必ずと言っていいほど登場するが、実写映画の場合必ずしも実中が登場しているとは限らず、作品によっては MG3 等戦後のモデルや前日のライセンス生産品、その他模法品が MG42 として登場していることがある。また、 MG42 の構造をよく調べていないために、左側から這いさやされる誤った描写をしているものも少なくない。ありがとうございます。